奥沙織が行く伊勢志摩ツーリング完結編。今回は三重県をツーリング。伊勢市から始まって鳥羽市、志摩市へとつなぐルート、伊勢志摩スカイラインとパールロード、三重県を代表する絶景ロードを中心に走ります。前回は伊勢志摩スカイラインの残り半分を走ってランチへ。新鮮すぎる海鮮丼はボリュームもすごかったけど、サオリンはペロリと平らげました。今回はその続きかな。ルートは県道128号へ。ここからパールロードです。そして目の前に見えているのが大野浦大橋です。鳥羽十景にも選ばれてるんですよ。この橋、途中に橋桁がないんですよ。で、まあ、鳥羽十景にも選ばれてるっていうのもね、この白い橋と背景の緑のコントラストが綺麗ですよね。そんな大野浦大橋も含まれるパールロードのご説明を。鳥羽と志摩を結ぶおよそ24キロの道路、かつては有料だった走りごたえ十分の回送ルートです。あ、すごい走りやすい道ですよ。次の目的地は神明神社です。こちら私がね、女性ライダーにおすすめしたいスポットなんです。女性の願いなら一つ叶えてくれるって有名な神社なんですよ。なんでね、全国から女性がたくさん集まってくるそうなんで、私もお願い事を考えたいと思います。何にしようかな。次の目的地まではおよそ18キロで、その願いを叶えてくれるというのが神明神社の参道にある石神さんと呼ばれるお社。なぜ女性だけなのかはまた後ほど。さんだ、こんにちは。いや、ここはすごいフォトスポットですよ。綺麗やな。ここでパールロードを離れ県道47号へ移り南下。また後でパールロードには戻ってきます。大札天の国、天の息づく大札へ。天領が盛んな伊勢志摩地域でも大札町は最も多くの天さんが暮らす町。天文化に関する資料館があったり、天小屋体験が楽しめます。やってきたのは鳥羽市大札町の氏神である神明神社。その女性の願いを叶えてくれると言われているのがこちらの石神さんなのですが、お参りはご本殿をお参りしてからということなので、まずはご本殿へ。神明神社の主祭神は伊勢神宮と同じく天照大神。御神徳は諸願成就、厄除け開運、子孫繁栄、五穀豊穣。そして女性の願いを叶えてくれる石神さんへ。お社の前には記帳台があり、用紙に願い事を一つだけ記入します。願い箱です。御祭神は神武天皇の母であり、海の女神である玉依姫の御事。大札の海女さんたちが古くから信仰し、
安全と大漁を祈願してきました。そのことから女性の願いなら一つだけ必ず叶えてくれると言われるように。買ったよ、お守り買ってきました。裏側には珍しい格子と星の印の刺繍がされております。一筆書きできるということから、海さんが海に行って安全に家に帰ってこれる、戻ってこれるという意味が込められてます。私たちライダーで言うと、ツーリングに行って無事に家に戻ってこれるという意味に捉えられますね。こちらのお守りは全てのライダーにご利益がありそうですね。飲酒運転をなくすためにあなたは何ができますか？飲酒運転はどうしてなくならないのでしょうか？飲酒運転は絶対ダメ。八重の里ドライビングスクール。船に泊まろう。忙しい人もそうでない人も、九州往復1万円ちょっと、ゆったり移動でゆっくり睡眠、たっぷり楽しむ九州へ、サンフラワーの弾丸フェリー。例えば記録映像、同感のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、同感のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、同感のことならバンズデコ、バンズデコ。スマホ一つで参加できるスタンプラリーを開催。大隅地域のグルメと観光を楽しみながら、スタンプを3つ集めて豪華景品を当てよう。詳しくは番組ホームページへ。さあ、またパールロードに戻ってきました。新名人じゃ珍しいお守りをね、サオリンゲットしましたよ。これから大事に持っときます。しもしに入りました。さあ、次が最後の目的地、真珠工房真珠の里です。アコヤ貝から取り出した真珠をなんとアクセサリーにできるんですよ。ツーリングの思い出としてアクセサリーを作って、普段も持ち歩いて見て、あ、楽しかったなとかいう思い出にもなりますよね。今回のツーリングの最終目的地まではおよそ33キロ。鳥羽市から志摩市へ入り、真珠の一大産地である阿吾湾を目指します。さあ、おお、おお、久しぶりの海だ。この辺りから志摩半島南端の先島半島です。北は阿吾湾、南は太平洋で、阿吾湾のリアス式海岸を渡る橋をつないで走ります。見えてきたのは志摩パールブリッジ。名前が示す通り、真珠色に輝くアーチ型の橋で志摩市のシンボルです。ここで国道260号とはお別れ。お、すごいすごいな、急にちょっとなんか道が変わった。複雑な海岸線を描く阿吾湾の入り江の一つへと入っていきます。あ、見えてきました、これかな、真珠の里。はい、おー、ゴール、ゴールです。伊勢志摩ツーリングの最終目的地、真珠工房真珠の里。阿吾湾で長年
真珠養殖を行う会社が運営する施設です。今日はよろしくお願いします。奥沙織です。あ、お願いします。お願いします。お名前をお伺いしてもいいですか。はい、山本珠美です。珠美、はい、どんな感じ書くんですか。真珠の珠に、あ、未来の実ですね。めっちゃ綺麗な名前ということで、工房責任者の珠美さんに真珠アクセサリー作りを教わります。まずはアコヤガイ選びから。このアコヤガイが真珠を育んでくれます。そしてサオリンが選んだのがこちらのアコヤガイ。どうやって取り張るんですか。おお、ガッツリいきますね。はい、はい、これを持ちいただいて、はい、ここを刺して、刺す、でこうすくい上げてください。すくい上げる、はい、まずは真珠が入っているのかが問題ですが、この子ですか。そうです。あ、手で掴んでいいですか。はい、どうぞ。チュルン、あ、出てきましたね。綺麗なの出ましたね。あ、綺麗。次は1分間塩で揉んでぬめりを取ります。これをしないと真珠が曇ってしまうそうです。ここからさらに真珠を磨きます。じゃあ男性のグループの方も来られたりします。あ、本当ですか、はい、奥様のプレゼント、恋人とか。あ、え、何それ素敵ここまでの工程が真珠取り出し体験で、価格は1500円。もちろん真珠はお持ち帰り。そしてここからがアクセサリー作り。価格は真珠に合わせるパーツによりだいたい500円から4000円。うわ、でもこれめっちゃ迷いますね。ちっちゃい石ついてて可愛いですよね。可愛いですね。じゃあ私もこれで。はい、わかりました。ということでサオリンはこの2000円のペンダントトップを選択。穴開けなどはプロにお任せ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。うん、なんとか綺麗にできたようです。私だけの世界に1個のアクセサリーですよ。かわいい。プレゼントをもらった気持ちになる。珠美さん、今日はありがとうございました、はいはい、いいのできましたね。すごい可愛いのできました、はい。ちなみにこちらって真珠アクセサリー作り体験以外にも楽しめるものがあるんですよね。魚釣りとか、魚釣り、シーカヤック、シーカヤック、海上バーベキュー、いろいろできるんですよ。なので家族連れの方はね、丸一日楽しく出かけますね。最高、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ツーリングの未公開シーンやお得な情報満載のフルバージョンはレッドバロンツーリングナビで公開中。気になる人は今すぐアクセス。どんどん僕らは強くなってくよ。